メングリー一世ギレイは、クリムハンコクの君主。クリムハンコクの創始者であるハー・ジー一世ギレイのムツオ。兄のヌールデブレトを追放して1467年に即位したが、わずか数ヶ月で戻ってきたヌールデブレトによって、追い出され、ジェノバ領のカファに逃亡した。その後、貴族の指示を得て、トクルクイエルに進軍し、ヌールデブレトを、 再び追放して1469年1月に、福井したが、兄弟たちや貴族による反乱が起こり、1475年3月に、兄のハイデルによって、再び君主を追われ、またもカッファに逃亡した。同年、ゲディク・アフメトパシャ率いるオスマン帝国軍が、内紛に介入して、カッファを攻略すると捕らえられ、イスタンブールに連行された。イスタンブールにおいて、 オスマン帝国のクリムハン国に対する総主権を認めさせられたメングリは1478年春に皇帝メフメト二世によってクリミアに創刊されて再び君主位に返り咲いたその後のメングリ一世は死去するまで30年以上君主位を保ちクリムタタール人国家の形成に大いに貢献した1500年にバフチサライ郊外のサライ地区に ジンジュルリメドレセ、トーハージー一世の母廟などを建設したほか、半サライ内に、イタリア人建築家のアロイジオ・ヌーボの設計になる、デミル・カップモンを造営させた。1502年、ドニエプル川下流のユズに要塞を建設し、カスピ海方面にいただいオルダ最後の君主であった、シャイフ・アフマドを破って、ジョジュールスの都であったサライの支配権を獲得した。メングリ一世は、 ハーガーンの称号を名乗り、カスピボルガ流域を支配するタタール系の諸藩国に対し、自らがジョチウルスの政党を継承する君主であると主張した。死後、サライチュクにあるテいユルベに葬られた。ここに、メフメト一世とサヒーブ一世がいる。以前は、ハフサスルタンの父とされ、スレーマン一世の外祖父と思われていたが、後にこれは誤りと証明された。 15世紀半ばのクリミア半島の勢力図、ありがとうございます。